マコロアエピローグパート3、いよいよ後半戦に突入だ。どうも、三沢リオです。実況相方味噌汁、前回キルニードルと異空間バニッシュ、こちら二つの技を入手。異空間バニッシュでエリアさんに突入。この壁が抜けれますよ。ってチュートリアル的なのです。ワープして移動できる、これが本当に強いのなんの。もう一つの技キルニードル、強化すると数や長さが増えたりと、優秀な置き技に両変するが。未強化縛りゆえ、強化はできないでござる。未強化の証拠を提出したので、いざエリアさんの位置。ステージの背景的に雪、本編のステージ4かな。雪のステージか、雪のステージでは雪が試され。さっそんなこと言ってて恥ずかしくないの？私の雪に対する発言に何か勇気ですか？すみません、調子乗りました。後ろの殺意も高いんですが。雪玉だし大丈夫でしょ。凍ってる雪玉と会話と同じやぞ。わしに死ねというのじゃな。マコロアがかわいそうだから違うよ。いや私の方心配しろよ。ひどいぞ、最低だぞ。指導おじっぽく言うな。ここ落下したら本編でもある回収ギミックが存在するんだが、魔力なんでいりません。スフィアみたいに回収必須ではないからね。さあ雪玉レースの開幕だ。焦る気持ちを抑えて被弾しないように。喋りながら被弾するな。鍵キャリーはスルーで。ちなみに雪玉に鍵触れると粉々に砕け散ります。鍵を捨てる手間が省けますわよ。そろそろ対応ラッシュの時間かな。ステージも折り返し、ラッシュステージの殺意も高いです。うわぁ、うかつにストームできねえ。両サイドの針が嫌すぎる。逆に利用する手もあるが、ちょっと危ないかもな。墓穴掘りそう。ストームで針ぶすり事故だが、未強化のおかげで飛びすぎることないから、案外事故ることないかも。未強化の恩恵。マコロアスパークは最後まで保持する。切り札は最後にってやつだ。お次は空中戦か。今こそ新技のキルニードルの使いどころさんだ。出した後しばらく残るから、迫ってくる相手への置き技としてとても優秀なんだぞ。厄介だった飛んでる相手もこれで多少マシになるね。ストームで針まで運んでしまうし、あまりの存在感に親玉と勘違いして必殺技使ってしまった哀れな私を見てくれ。とっさに収集アイテム持ちでたからしゃあない。ってどうやら親玉っぽかったぞあいつら。あれ本当だな。放置してても針で自滅するから、この縛りにおいては過去最弱の親玉っすねあいつら。特に問題目前もなく、エリアさん最初のステージをクリア。氷だから滑ったりと、この後嫌なギミックが待ち受けてそうだが、バニッシュ取得で落下ミスはないだろうし、その辺で苦戦することはないでしょう。多分ってなんだよ。お前なら足滑らせてそのまま落下なんてドジやらかしそうだなって。強く否定できない自分が悔しい。動画的にはアホやらかしてくれた方がめっちゃ面白いんだけどね。人のミスを笑うの楽しいか。楽しいよね、旗から見ると。うん、他人の不幸こそ最高の娯楽。どこぞの大王も言ってましたね。そんなこと。人間って嫌な生き物だ。このステージは上へ進む系か。上方向への攻撃が薄いから、キルニードルの使い方が重要になるな。未強化でも絶妙にキルニードル入るから、魔法エピは未強化プレイを想定されたステージ作りやシナリオ作ってそう。これはコメントで見た情報だけど、未強化クリアできるよう設計されてるらしい。マジかよ、すごいな。ホバリング能力を得たマロホア、バニッシュの強さを見せつけてやるぜ。前までは敵が並んでると苦戦してた。しかしバニッシュを使ってスルー。ここもジャンプで乗り移ってはしご使うはずが。バニッシュあるから直通だ。いやー快適すぎる。ホバリングのありがたみ。バニッシュは受ける技、それにとどまらず無敵移動手段ってのも破格の性能してるよね。しかも出現時に攻撃判定あり、ワープ先の被弾も抑えてくれるって。取り足取りサポートしてくれるぞ。でも高いんでしょ。今ならジェムリンゴ1個でサービス提供してねえよハゲ。テンションわけわかめ。ようやくするとバニッシュ最強ってことだね。そうだよ。ここのゲートギミックですが、未強化だと無理ではないけど面倒ですね。右の台でキルニードル、強化してれば本数増えて1回でいけるんですが、未強化だと2本しか出ないから、端っこによって2回やれば多分できる。魔力いらないので説明だけして終わり。こっちとラシャクとも戦ってるんだ。めたいな。ここも魔力だからスルーしたけど、ストームで突っ込んだ方が早かったな。安全第一ってことで広い部屋が見えたってことはラッシュのお時間ですね。魔力オーブギミックだが、未強化縛りの私たちには関係ねえ。雑に守るだけ守って、壊れたらその時はその時だ。私は私の安全をうんぬん。こんな動かない物守る余裕今のマコロアにはないもんね。だから最低限しかやらない。守れって言われても知らん。そんなことは私の管轄外だ。てかそもそも魔力オーブくんさ、人に守られるだけってどうなの。ちょっと他力本願すぎない。お前ジャキンの転ぶかよ。そんな一方的に殴られ続けてさ、悔しくならんのか。そんな赤く点滅したって誰も守ってくれないぞ。私だって手一杯なんだ。やられてばかりではなく、ちょっとは反撃してみたらどうだい。あれこれ壊れる。壊れちゃったね。えちょ、大爆発するなんて聞いてないよ。まさかの使用、反撃してきたね。私に反撃しろって誰が言った。殴ったの雑魚的だぞ。逆恨みもいいところだ。ダメージ量エグい。これは魔力オーブ、報酬関係なく守る必要出てきたね。これにはマロホア君、やれやれって仕草を隠しきれてないね。ちなみにあの大爆発、バニッシュとかで避けれたりしないんかな。どうなんだろうね。クラッシュカービィみたいに画面停止だし、バニッシュ強制解除してヒットするとか。後期になったことはやってみるしかないだろう。ってことで動画の最後に、魔力オーブの大爆発は避けれるのか否か、検証したシーンをお見せします。最後のおまけコーナーだね。魔力オーブの今明かされた、衝撃の真実。体力に余裕ある時に良かったと、ほっとしながら次のステージへ。長いはしごを登るしかねえ。ナッツヌーンを思い出すような。
長いはしごだ。難易度の高さも表してるのかもしれない。もう後半だからね、プレスのような即死ギミックなければいいが。おっと、前までは怖かった。奈落の上にあるリフト、足滑ったら終わりだね。ストームもあればバニッシュもある。全く怖くないぜ。扇風機が見えるけど、あれは魔力無視してもいいけど。ショートカットついでに起動しちゃった。起動するだけして中身を取らない迷惑行為。注文するだけして受け取らないやつ。なんてことを。うわ大変そうなギミックだと思うじゃん。ここにエナジービンがありまして、マホロは砲であっさり突破だ。機動力ないから助かる。貫通する攻撃の強さよ。鏡の大迷宮で貫通技の強さを私は思い知ったぜ。マスター常備してギミック解放してたね。そんな鏡の大迷宮もスイッチ移植決定。コロコロカービィも配信。今カービィのゲームが熱い。ほっとこのリフトは本編ラストエリアデンジャラスディナーで見た記憶ありますね。暇な時は屈伸煽りしたり、あまり見せれてなかった嘘なきエモート見せたろ。これ嘘かガチなのかちょっとわからん。こいつリフトしたから攻撃しやがった、なんて卑怯なやつだ。リフトの上から爆撃してた。お前が言うな。ここどっちも地獄やん。大砲は一旦落ち着いてくれるっぽいから、タイミングずらしでなんとか。サンキューバニッシュ。そう考えると反対側のゴルド地帯、未強化で行くの自滅行為だね。あっちの方が絶対あかん。あー暇すぎてくるくるマン。強制移動系あるある。さっきは油断してリフトしたから攻撃受けたが、もう同じ手に引っかからないぞ。私は失敗から学ぶ人間なんだ。なんだって？なんでそこ食いつくの？下から来るぞ気をつけろ。見えとるばい。そんな攻撃、そうめんみたいなもんだぜ。そのスマブラ X ファルコのネタ、今じゃもう古いネタになったよね。時の流れは不思議だね。不思議そう。カメックス。うわ弾幕の密度よ。2個目が天井低いのきつい。下手にミスって被弾すると痛いし、ガードして突破しよう。ガード削りダメージもなかなか。やっぱ回避頑張ってみるか。ここでバニッシュって、うんこのガバ。そしてこのダメージ量である。回復アイテムどこかに落ちてないかな。そんな都合よく落ちてるなんてあるわけが。お、あれは、ソフトクリー。うんちだアイスのことうんこ言うのやめなさい。食べてる方に失礼でしょ。あ、そうだった。この動画には下ネタが含まれておりますので、ご注意ください。おせえよ、ちょっとこのザコラッシュ、配置がいやらしすぎない？チリーだから接触も危険。大乱闘で終点の端から、ずっとチャージショット飛ばす系な。左側にいるあのザコと決めたい。大乱闘あるある。お前ムカつくんだよ。遠距離でチクチクとよ。あとは観覧車で楽しんでる。チリーを下からチクチクするだけだ。乗り込んでるじゃねえか。やっぱりガンマチって性に合わない。ガンガン行きたいんだよな。やられる前にやれ。それができねえんだぞ未強化だし。でも僕はやられる前に。こんな脳筋ね。てかこいつがこんなイケイケなの。なんだかんだ未強化で一度も死んでない。だからこんな自信あるんだろうな。上でポピーが観覧車デートしてんな。ヘイデートかよ。俺も混ぜてくれよ。って割り込むような人間にはなりたくない。なんで純愛を妨害する必要あるんですか？ネトリとか見ててきつくないですか？純愛過激派を指の間に挟まる男とネトリ野郎は絶対許さないぞ。我は脳みそ破壊から守る守護神。こいつさっきから何と戦ってるの？ちょいちょいちょい。この配置と密度はエグいって。上から遠距離攻撃。親玉は画面うろうろ。ふざけてないけどふざけてる場合じゃない。これは真面目に戦わないと。負けてしまう。冷静になれ。厄介なのは上から攻撃してくる。昼休みに寝たふりしてそうなこいつだ。バニッシュ間に合わない。なんだかんだノーミスだったが、三沢の命運もここまでか。親玉はもう弱ってる。まずはこいつ倒して、目の前のやつを慎重に。さっきまでのイケイケ野郎と別人すぎる。もしかしてもう一人の三沢りを？よし攻めるなら今、壁ダーンハメ攻撃。あとは右上のあいつだ。厄介なんだよなあの高さ。リフト使って、確実に倒す。ドヤー、耐久値は低いから、よかったこれで解決ですね。ノーミスナイスです。バニッシュで浮遊方法を得たとはいえ、機動力の悪さは据え置き。対空性能の低さは相変わらずだ。バニッシュを過信して上に向かったら、多分弾に当たって死んでた。こいつ普段はアホで脳筋だが、やばい時は冷静になるんだよね。あまりにも別人だし、実はママに交代してもらってるのかな。お前ナチュラルに毒吐くよな。正真正銘俺だよ、三沢リオだよ。ママじゃなかったんだ。なんで母が近くにいると思ったの？普段からゲームやアニメ見ながら、ママとかキモいこと言ってるし。キモいの事実だが一部の層に喧嘩売る発言やめろ。2時ぐらい夢に立ってええやろ。それはそうだね。好きなだけぶちったりおられ。俺の夢は終わらねえ。お待たせ。おはよう、夢から覚めたね。悪夢だよこんなの。本編エリアさん、水上ステージの逆走だね。あえて4ではなく、エリアさんの難しいステージから選んでくるの。なかなかに制作陣は意地悪だ。海ステージにはヤシの実や水上と、機動力のない未強化には地獄みたいな要素が、そやもうたんまりと。やべえ倒し損ねて被弾した。幸先がとても悪いござんす。回復アイテムあるだろうし、それまで頑張って耐えてくれ。必殺技も溜まってるし、いざって時には使うから大丈夫だ。あると安心マホロアホー。このデカキンは危ないから。ヤシの実な。バニッシュで確実に回避。リフトの上で一息つくぜ。強制スクロールはどこもきついなほんと。まだ始まってばかりでこれだもの。落下見えてからストームで、念のため攻撃一発入れて追撃。このステージ本当にきついから、もうダメージ受けてられない。海ステージだから水やらヤシの実、そっちの放棄になってたが、地形がとってもきついっすねこれ。水に関しては全く出てこないし。ここはしゃがみで台抜けれないから、片玉ヤシの実落としてから進むぞ。玉なしになっちゃった。いや下ネタ言わせんなよ。自分から言ったんだよな。イカは放置しちゃいかんぞ。いや放置してよイカ。寒いジャブ言いながら被弾するな。奥のイカがでかすぎた。半分しかないからチキンプレイだ。テンポ最悪だけどバニッシュ連打すんぞ。一番確実なのはそれ。ただしテンポが本当に最悪。なんなら見栄えも最悪だから、やばい時以外は使いすぎないよう自重してるわ。見栄えも気にする投稿者の鏡。自分で言うな。上にケーキがあるんですが、バニッシュ使って無理やり取りた
回。しかし浮遊量が足りなくて、バニッシュ1回じゃダメだったか。そもそも引っかかって失敗してる、うわ取れなかったか。これは後に響きそうだ。ここ敵見えてなくて被弾。保護色みたいになっててわかめ。いや笑ってる場合じゃないか。回復アイテムだ、取らなきゃ。やってしまった。初めてのミス。死因は焦りと火力不足。今までなんとかなってきたってのに。戻ってまいりました。道中で被弾は2回、飛んだイカとイソギンチャクの弾にぶつかっちゃいました。なんだかんだノーミスだっただけに、悔しい反面、これで風が外れたんだなって。だからって無茶してミスるの勘弁な。それはどうかな？良くも悪くも大胆になれるんだぜ。どうかなじゃねえよ。多分この後がザコラッシュ。ってことは結構惜しいところでミスったな。むしろ未強化でここまでノーミスだったのが、素直にすごいと思うぞ。うわゴルドーいるんだけど。地形も坂道だから、弾攻撃数割れそうだし厄介だ。真ん中ゴルドーで挟み撃ち、これは処理遅れると大変なことに。大胆に攻める作戦やるのか。今でも結構大胆だが、次複数でたらやろう。うわデカすぎんだろ。デカデカ挟み撃ちだこれ。スクイシーさん頭でかいのね。イカってなんであんな美味しいんだろうね。突然の食欲。釣るのも食べるの大好きだぜ。てか後ろの陰キャども厄介だな。かまってくれないからってやじ入れるな。小学生ぐらいのかまってちゃんか。あらかわいい。お前ショタコンか。は子供のかまちょかわいいって意味だよクソが。切れんなよ。てか親玉こいつか。全く吐きがないですよねー。だって全くて答えなかったもん。エリア1でも親玉になってたなこいつ。あの頃とは違う。ストーム往復で楽々突破だ。さっきのストーム往復未強化だから手動だったが、強化すると1回の攻撃で3回ターンできるってま。その上距離も伸びるんだぜ。それ知ってて未強化でやる気持ちどう。なんでこんな縛りプレイしてるんだろうな。って時々我に返るけど縛ることで難易度も上がるから。それもそれで楽しいぞ。初ミスを奪われたステージだったが、ひとまずお疲れさん。この後はボス戦だが、未強化で積むことはないが、間違いなく苦戦を強いられる。なんなら私の予想では次のボスが初ミスになるって思ってた。本編ボスとリンクしてるから、流れとステージ的にもあのゴリラの強化だってのは想像できる。だとしたら不安要素たっぷりなの、わかる気がする。この低い機動力と射程で、果たしてこいつを倒せるのか。間違いなく長期戦にはなるので、長く苦しい戦いだがみんな見ていてくれ。やはりゴライアスの足、その姿は氷から水の汎用、氷と水タイプのラプラス系ゴリラ。元が動き回って高い位置で攻撃するタイプだ。この足のゴリラ、ハイドロアスもそうに違いない。パワフルで流れるような格闘の技、水のごとし流れ、氷の硬さのごとしパワフル。そんなゴリラから身を奪おうとするマロホアに容赦なく襲いかかる。やっぱマフォロワーが悪いんじゃねえか。ってことで戦闘スタートです。戦う地形はゴライアスと一緒。ただし後半は時間経過でどんどん悪くなる。前半は地味だけど無茶しなければ割と被弾を抑えれるんじゃないかな。現時点でもう辛そうなんだが、攻撃チャンスは壁張り付いてる時、上攻撃でチクチクと。忘れられてるキルニードルは射程的に置き技としても無理か。ゴムゴムのぐるぐるパンチ、ワープ後の攻撃はバニッシュ。しゃがみでもよかったが、手が戻る直前にダメージ与えられるかもっていう欲張りす。積み重ね大事。まだ動き早くないから攻撃中でなくてもダメージ与えれるな。ヒップドロップはワークするから、こちらも真上ワークしてゴム連打で火力稼ぎ。これはうまい。必殺技もチャージ完了だ。後半まで温存はもったいないし、さっさと吐いてしまいたい。長期戦なら2回目打てるかもだしな。次の水玉投げが狙い目かな。効率考えると後半こそがきついから、半分ギリギリでぶっぱが良いんだが、後半にもう一度ぶっぱできるかもって欲が勝っちまったぜ。この欲張り3目がとはいえ使える時に使うのも大事。次の構えはパンチか。2回目はパターンどうだったかな。安定のしゃがみで対応しよう。バニッシュミスって被弾の大体からな。こいつ逃げやがって。ちょっとは落ち着きなさい。ヒップドロップ来るぞ。ワープあるか怪しいんで一旦逃げ惑うことにした。で目の前にワークして攻撃当てたかったんだが、こいつすぐ逃げるんだからもう半分までノーダメージ。どうただここからが地獄か。移動速度も攻撃速度も上がる。しかも地形変化もある。サイヤ人になったからパワーも段違いだ。ここから負けるなんてこと余裕でありえるんだよな。ここ一番のダメージ稼ぎどころさん。水玉カメハメハ来るからほどほどに殴って私は帰る。半分からの大技は本家よろしく端っこアンチと。ただしのんびりしすぎるとヒップドロップされるから、水玉消えたらすぐに移動しないとダメだ。バニッシュでウィンクとそのまま出現と攻撃でダメージを与えたかった。リーチも思いも届かぬ悲しみ。しれっと真ん中が滑るから走るときは気をつけないと。バウンド攻撃これ避けれる。ベラミーみたいなこの攻撃はバニッシュで避けれるよって言いたいが、タイミングずれて結構ギリだった。そしてまた仮想へ。ここまではなんとかなった。極端にきつくなるのはここからだ。滑る段差の登場で動きにくくなる。これのせいで回避行動も制限され、とにかく厄介。この水玉は耐久低いし脅威にはなってなさそうだが、問題なのは物理攻撃なんだよね。素早い痛いでかい。バニッシュも時間短いからタイミングずれると避けきれない。このワープヒップドロップなんてパターン覚えてなくてギリギリだったよ。接近チキって攻撃チャンス逃すやつ、とてももったいない。もったいないお化け。ネタが古い。誰が使ってんだよその言葉ってヤバそうな攻撃構えてるよ。これは割と避けやすいし水使って避けれるから大丈夫かな。同時に攻撃チャンスでもあったが、ワークするの忘れてて逃しちゃった。水玉もなかなかに厄介だね。とっさのガードで少しダメージ受けたが安く済んでよかった。ってこれダメージ受けるんかい。地ならし痛いな。そして最終階層、ここが一番ヤバいんです。水が増えてるし何より狭い。狭いから攻撃通りやすくなったぜ。
ってポジティブに考えるか。体力もあとわずか。こちらはまだ残ってはいる。大丈夫だと思いたいが。ようやくキルニードルを思い出し、置き技としてとりあえず設置することにしたぜ。動き素早いから真面目に有効かもしれない。ここの水滴はバニッシュカウェ攻撃で防がなくてよかったな。攻撃当たるかどうか微妙なライン。半分からのゴリラは追いかける方が良くないな。こやここチャージする必要ないのになぜかチャージしちゃってるなぞ。クソ狭いのにこの水玉どうすんだ。足場取られてストーム出せないし、ダメージクソ痛いでさえなんだ。ストーム出すのもきついな。ストーム誤爆で大変なことになったが、ゴリ押しの子相手の真下へ潜り込んでのとどめ。中盤までは良い調子だったのに一瞬で崩れるの恐ろしいよ。初のミスが起きたエリアでもあるし、もう終盤だと痛感するぜ。あとどれぐらいマホロアの命が失われることになるんだろうか。次のエリアは一応最終エリア、そのボスも視野に入れると間違いなく1回以上はミスる。今回みたいな一発突破なんてそううまく決まらないでしょう。そんな最終エリアへ向けて最後に取得する技は何なのか。果実をゲット、いや奪ったところで今回の攻略はここまで。訂正偉い。今後は相変わらずだがクリアできたからよし。そういや未だに金以上取れてない。次のエリアで取れたりしないかな。さすがに厳しいだろうに。魔法エピでもらえるバッジだが、これ商品化してほしいな。ガチャのバッジみたいな感じで。カービィ今グッズ展開多いしやってくれるかもしれない。異空間から戻ってきたから新鮮なうちに果実を裁断へ。リンゴ食べたくなってくるな。無期リンゴとか最後いつ食べたかもう覚えてないぐらい食べてないな。ウサギさんリンゴとか子供の頃はよく食べてたよね。リンゴの皮薄く長く切る大会が子供の頃私の中で流行ってた。なんだその危ない遊び。そのおかげで皮むき得意になったんだぞ。微笑ましいエピソードだなおい。さあマロホア君、君は何の力を得たのかな。まだ見てない技といえば、あれ見てないな。そうそれブラックホール。マホロア法に続く必殺技だ。ただしに強化縛りだとどちらかしか使えないも同然だ。状況に応じて選ばないとな。それでは今回の実況はここまで。次は最終エリア突入となります。では終わる前におまけの魔力オーブ爆発、バニッシュで避けれるのか。そちらもぜひ見ていってね。では検証結果を見てみよう。それでは検証開始。あと1回で壊れるので私はバニッシュで異空間へ。さあ壊れたぞ。どうなる。結論、バニッシュのワープで魔力オーブの爆風は防ぐことができませんでした。しっかりバニッシュのワープ貫通して爆風に巻き込まれてましたね。ギミックによる爆破だしダメそうな気はしたが、やっぱりダメみたいですね。これにはマホロアもため息、憎たらしいけど可愛いね。